岸田総理大臣は早ければ今月中にもアメリカを訪問しバイデン大統領との正式な首脳会談に臨む方向で調整に入りました総理周辺が明らかにしました日米同盟の堅持や中国の台頭を念頭に置いた構想自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた連携などを改めて対面で確認したい考えです両首脳は先日イギリスでの国際会議の際に短時間懇談し 早期に正式な会談を持つことで一致していました。